めちゃめちゃ熱そうですね、これ。すごい。これね、塩とかもちょっとか、上まであともうちょっとですね。最頂点まであともう少しです。うわー、怖いなこれ。今来ているところはね、この蒜山高原の、道の駅なんですけど、蒜山高原、まあ県北、岡山県北の場所になるんですけど、この蒜山に入ると、ひときわ目立つ、施設があるんですけど、こちらなんですよね。さっきからずっと見えてる蒜山にテーマパークが、テーマパークかな、遊園地か、遊園地があるんですよね。僕もね、1回ぐらいしか行ったことないんですよね。気になってたんですけど、わざわざここまで来て行くかと、遊園地に行くかということになってしまうんですけど、今回ねちょっと行ってみようかなと思いまして、行こうかなと思います。この名前がジョイフルパークっていうらしいですね。はい、ちょっとね今日は、行こうかなと思います。道の駅ですね、蒜山高原線。思ったより人がいるという、もう平日なんですけどね、意外といますね。すごいね、レトロな遊園地だね、感じがしますね。ゲームセンター、
ちょっとね、せっかくなんで、遊園地といえば、観覧車と。もうね、ちょっと観覧車にね、乗ってみようかなと。先生、お願いします。はい。めちゃめちゃ熱そうですね、これ。はい、このジョイフルパークの観覧車一人で、乗ると、いうわけですけどね、観覧車はね久々かなと。岡山自体にもそのテーマパークというか鷲羽山ハイランドぐらいしかないので、観覧車に乗る機会というのはなかなかないのですが、どんな感じなんでしょうかね。こうやってね見ると結構ねお客さんも多いかなと思いますね、平日なんですけど。で、外側から見たらそんなに大きい遊園地じゃないだろうと思ってたんですけど、結構ね揃ってますね、重要な部分は。すごい、これね城とかもこの蒜山高原で、ね、あ、でもあともうちょっとか、上まであともうちょっとですね、最頂点まであともう少しです。もうそろそろで、最頂点達するんですけど、結構ね風が気持ちいいですね、これ。だいぶよいしょ、うわー怖いなこれ。はい、ここが最高点です。最高点です。このご視聴ありがとうございました。今日はねこんな感じでお送りしましたけどね、まあね、ちょっと入ってみての感想なんですけど、結構ね遊園地なりな感じで、必要なものはだいたい揃ってるなと思いますけど、結構な、まあ、レトロチックな雰囲気がしますね。魅力の里と鷲羽山ハイランドが融合したかのような、まあ、そういう感じですかね。はい、というわけで今日は終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。